白色のガーターベルトガーターとは、靴下止めのことで、日本では主に女性向けの靴下止めのことを、特に、ガーターと呼ぶ。本校では、この女性向けの靴下止めについて記述する。英語圏においては、衣服がずり落ちるのを防ぐ機能を持つもの全般を、ガーターと呼ぶ傾向があるため、女性向けの靴下止めだけではなく、サスペンダーやアームバンドなどもガーターに含まれる。 イギリスの最高勲章であるガーター勲章は靴下止めに由来する。よく勘違いされるが、ガーターは女性のみならず男性も使うものである。女性向けのガーターは主に足の太ももまでの長さのストッキングがずり落ちないような機能を持つ。なお、ガーターを使って履くストッキングをガーターストッキング、ガーターを使わずに履くものはガーターレスストッキングという。 ガーターのタイプとしては次の2種類がある。ガーターベルトの接続部ぶら下げるタイプのものは、ガーターベルトと呼ばれる。アジャスター、またはゴムなどで伸縮性を持たせたベルト状の生地から、主に4本のクリップ付きの紐を垂らしたもので、これを腰に装着し、下方向に垂らしたクリップで、ストッキングの上部を挟むことにより、ずり落ちを防ぐ。このタイプは近代になって女性が活発な活動を、 するようになり、押さえるタイプのガーターではずり落ちを防ぎきれなくなったため、開発されたものである。装着方法ガーターベルト及びストッキングを先に身につけ、その上からショーツを履く。またはショーツを履き、その上からガーターベルト及びストッキングを身につける。メーカーのカタログなどの写真ではこの校舎の順序になっていて、ガーターベルトが ショーツの上に来るように着用されている場合が多い。これはガーターベルトのデザインを見せるためにしているだけであり、日常生活においてはトイレなどでショーツを脱ごうとするたびにガーターベルトをストッキングからいちいち外さなければならず、非常に面倒を強いられる着用方法になってしまう。カタログなどによっては写真の着用方法は逆である胸が注釈で、 添えられていることもあるが決して間違ってはいない。ウェディング用のガーターリングを押さえるタイプのものはガーターリングまたはリングガーターと呼ばれる。ゴムなどで伸縮性を持たせた臨場の帯でストッキングを装着した上から押さえるように足の太もも部分につけることによりずり落ちを防ぐ。両足それぞれに必要なので二つ一組で使用する。結婚式のガータートス。 ガーターマッチで使用するのはこのタイプである。現在ではパンティストッキングや上部に伸縮性のある編地やさらにその裏側にシリコンゴム製のベルトが装着されていてガーターなしでもずり落ちにくいストッキングなどが存在するためガーターの必要性は大きくない。しかしレトロなファッションを楽しみたい結婚式や儀式に臨む場合に清掃の一部として身につける セクシーな雰囲気を演出したいなどといった理由により、根強く愛好されており、コスプレ、性的ロールプレイのための衣装として着用されることも多い。また、サブカルチャーの分野ではお嬢様や奥様、あるいはお姫様や女王様のような、高貴な女性や教師、官僚や企業の経営者、幹部社員などといったエリート層の女性が身につける、お金持ちの下着として登場する場合がある。 また、パンティストッキングによるデリケートゾーンの群れや圧迫感、ずり落ちないストッキングによるシリコン部分のかぶれなどがガーターでは起こらないため、そのような健康面での快適さを求める女性にも支持されている。ブリタニカ国際大百科事典、ガーターガーター、形態、種類、類義語の説明と、歴史、ワコール、ガーターベルトの正しい着用方法意外と便利。 下着屋さんが教えるガーターベルトの正しい付け方、使い方、ありがとうございます。